開業後わずか10ヶ月で関東大震災に襲われた戦後は一時 GHQ に接収された皇居近くの東京丸の内に立つ民間初の社交場東京会館の歴史は波乱に富む建物を舞台にさまざまな人間模様も繰り広げられた創業の頃 バイオリンの巨匠クライスラーが訪れ危険を前に演奏した上皇后美智子さまはご成功に際して会館の美容室に足を運ばれた作家三島由紀夫は館内レストランの下ラメのピラフがお気に入りだった辻村美月さんの長編「東京会館と私」に出てくる 思い出深い建物は誰の心にもあるものだろう個人的には東京第一ホテル米沢がそうだった地元出身の日本画家福王寺法林さんの文化勲章受章をたたえる会では広いホールを市民らが埋め尽くしたライバル陣営が同席した選挙集会の取材中は 一触即発の場面に遭遇したこのホテルが新型コロナ禍の直撃にこうしきれず9月末で営業を終了することになった惜しむ気持ちは尽きないが辻村作品の登場人物と同様に追憶は建物の印象とともに残るそういえば転勤で米沢を離れる時 知人たちが送別会を催してくれたのもあそこだった。